オースケリー島は、スコットランド、オークニー諸島の東端にある小島である。島は、北海のストロンゼー島の南にあり、1866年に完成した灯台がある。オースケリー島は、ストロンゼー島の3マイル南に浮かぶ、小さく、平らで、赤い砂岩の島である。立石や、中世の礼拝堂は、早くから設立された証である。島は、 1960年に東大が自動制御となってから一時無人となった。島は昔、飛脚類を探すのに人気の土地であった。オースケリー島には珍しいノースロナルド製を買う家族が30年間住んでいる。島には3つの小さな風力タービンや4つのソーラーパネルがあり、ほとんどの電力を供給している。シングルルームの石小屋は拡張と修復の後、 4つの寝室、キッチン、シャワールーム、リビングを備えた近代的な家となった。化学処理式トイレは、戸外で、汚染浄化槽に貯められるようになっている。郵便は月に一度、漁船によってストロンゼー島から運ばれる。オースケリー東大116メートルのノルウェーの貨物船、ヘイスティングスカウンティは、1926年に、ノームの中、オースケリー島の北西に乗り上げた。 貨物は半分破壊され、残骸は広範囲に広がり、海岸にはエンジンが残った。灯台は、ストロンゼ入リ江の北の入り口を照らしている。灯台は1866年に、エンジニアのデビッド・スティーブンソンと、トマス・スティーブンソンによって建設された。二方向に付けられており、低い方は、店として年中使われ、高い方は主に夏に使用された。オースケリー島は、 ジ味シしウミツバメの栄想地となっており、その重要性から特別保護地区になっている。イギリスのウミツバメの4.2%は島で繁殖する。ありがとうございます。